マーク・アンソニー・ビドドカは、オーストラリア・メルボルン出身の同国代表の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW だった。クロアチアとウクライナにルーツを持ち、クロアチア代表のルカ・モドリッチとは親戚にあたる。オーストラリア代表でのビドドカ1994年、地元のクラブチームであるメルボルンナイツに入団。翌年には、父親の故郷、 クロアチアのクロアチアザグレブへ移籍。1996から97シーズンには18得点を上げる活躍を見せた。1999年にセルティック FC へ移籍し、そのシーズンに25得点を記録し、スコットランドリーグの最優秀選手に選ばれた。この年から5年連続で2桁得点をしている。2000年リーズユナイテッド FC へ移籍。 同年のオセアニア年間最優秀選手に選ばれた。2004から05シーズンからはリーズが2部、降格したのに伴い、ミドルズブラ FC へ移籍した。2006から07シーズンには19得点を記録した。2006年、フースヒディンクに率いられオーストラリア代表として、ドイツ W 杯に出場。グループリーグ3試合と決勝トーナメント1試合の、 全4試合に先発フル出場したものの、長期の怪我明けだったため試合感が戻らないまま、無得点に終わった。2007年6月7日、ミドルズブラのライバルである、入ッするユナイテッド FC に移籍した。2年契約で移籍金は発生しない。新監督に就任した、サムアラダイスが獲得した最初の選手だった。8月11日のボルトンワンダラーズ FC 戦で、 移籍後初出場し、8月26日の古巣、ミドルズブライフシー戦で初得点を決めた。9月23日、ウエストハムユナイテッド FC 戦では2ゴールを決めた。12月23日、ダービーカウンティ FC 戦で再び2ゴールを挙げた。怪我による離脱の後、新監督に就任したケビン・キーガンが採用した4から3から3システムで、オバフェミ・マルティンスや、 マイケル・オーエンとトリオを組み、その新システムのおかげで降格を逃れた。最終節を前にして、アキレス腱を負傷し、半年もの離脱を強いられたが、2008年11月29日のミドルズ・ブラ戦で、オバフェミ・マルティンスとの途中交代で復帰し、怪我によりビドカの選手生活が終わることを、心配していたジョ上記にや、新監督を安心させた。12月下旬には、 素形部の負傷で再びピッチを離れたが、ビッドゥカは現役でプレーすることを強く望んだ。復帰後、フラム FC 戦でシーズン唯一の得点を決めたかに思えたが、主審のハワードウェブは、ケビン・ノーランが相手 GK のマーク・シュワルツァーを妨害したとして、ビッドゥカの得点を認めなかった。2008から09シーズンは18位となり、二部降格が決定した。 契約が切れた後はオーストラリアに戻り、A リーグで所属先を探したが、2009から10シーズンは無所属で開幕を迎えた。2010年2月12日、現役引退を発表した。ありがとうございます。